俺の名前はコ・ヨンス。巨大な格差と貧困がはびこる国、北朝鮮に生まれてしまった俺は、毎日のように地獄を味わわされていた。ごちそうさまでした。さあ、仕事行くか。一日たったこれっぽっちの食事。けど、あんな貧相なトウモロコシを食べられるだけでもマシなのがこの国の現状。はっきり言って、クソだ。あら、お前ら！飯食ったのなら、さっさと出てこい！仕事はまだまだあるんだぞ！はい、はい、今行きますよ。怒鳴れるだけの元気があって羨ましいね。まったく。上はさぞかしいいもんばっか食ってんだろうな。人がまともに生きられる状況になっていないこの国。俺たち庶民の中にちゃんとした料理を食べたことがある人が一体どれだけいるか。それもこれも、こんなものさえなければ、俺たちは人間らしく生きられたはずなのに。一切止まることを知らないこの国の貧困か。きっと他国からすればミサイル開発に軍拡、それに付随する制裁などが原因と思っている人も多いだろう。だが根本的な原因は違う。すべては1960年以降、キム・イルソン総書記による無謀な計画から始まった。ビニロンのリョウさんですか？そうだ。ビニロンのことについてはすでに貴様も理解はしているだろう。ええ、もちろんですとも。1939年に日本の桜田一郎と李寸義博士らによって開発されたナイロンに続く世界で2番目の合成繊維。強度、耐候性、耐薬性などに優れ、さらには吸湿性も持つビニロンは幅広い使用用途を有しています。その通り、よく勉強しているな。ならば私の言いたいことがわかるだろう。その優れたビニロンの特性は、おそらく今後我が国の生成を決定づける最有力資源となること間違いない。故に直ちに量産化させるのだ。世界から抜きんでるためにもな。総書記様の偉大な計画に私心から感服いたしました。ですが、量産化しようにもこの国にビニロン開発の知識を持つ者など。ああ、いやしない。だが、いないのなら連れてくるまでの話よ。まさか。入りたまえ。紹介しよう。今後我が国に勤め、ビニロンの量産化を任せることとなった李寸義博士だ。どうも、はじめまして。量産化に全力を注ぐとお約束しましょう。なんと、まさか開発者本人を連れてこられるとは。開発資源は潤沢、開発者もいる。盤石の布陣がここに整った。直ちに計画を進めるぞ。そしてその後、61年に博士の尽力によって量産化に見事成功したのだった。我が国で開発された合成繊維をビニロンなどと他国の言葉で呼ぶことはふさわしくないな。今後はビナロンと呼び、世界にもそう宣伝せよ。量産化の成功おめでとうございます、総書記。我らの力をもってすれば当然のことよ。それよりようやく計画が軌道に乗ったのだ。次は年産2万トン規模の生産工場をフンナムに作るぞ。これが破滅の始まり。最優先国策となったビナロン計画を前に、国民からの無理という言葉は銃口によって封殺されたのだった。この規模の工場をおよそ1ヶ月で建設？ご冗談でしょう。普通に工事をしても3年はかかりますよ。何のために貴様ら828突撃隊を導入すると思っているのだ。軍隊ならそれくらいは余裕だろう。それとも何だ、この私に逆らうというのか？申し訳ございません。直ちに警察に取り掛かります。それでいいのだ。普通じゃできないのなら、貴様らが無理をすればいいだけの話。何を犠牲にしても構わん、やれ。さあして、手抜きも手抜き、どこがまともにつながっているのかもわからない突貫工事によって、工場はたったの36日で完成した。何人倒れたか分かったもんじゃない。こんなありさまでまともに稼働できるのかこれ。
目に余るハリボテ工場だが、問題なのはそこではない。最大の問題にして間違いだったのはビナロン計画そのものだった。ビナロンで一着の服を作るだけで同じだけの廃棄物が出るなんて、化学化合物が原料とはいえこれは出過ぎだろう。他の繊維と比べて製造単価も高いし、電力もバカみたいに食うし、大規模生産施設の建設が必須なことといい、コストがあまりにもかかりすぎだ。その上、簡単に縮み、ゴワゴワするビナロン製の皮膚は人にとってあまりにも不快度が高い。圧政のこの国ならいざ知らず、こんなの世界の誰が買うってんだ。こんなんじゃ絶対に元なんて取れないぞ。無駄もコストも垂れ流し、誰がどう見てもビナロン製品が売れないことは明らかなのだが、綿を含む全ての布をビナロンに統一せよ。ビナロンこそがこの国を豊かに変えるのだ。なんて、土地狂ったように理想に執着する上役たちにその現実は届かなかった。このままでは理想に溺れて消えるだけ。中には止めようとした人もいたが、貴様、よもや総書記の意志に立てつくつもりか。そういうつもりはありません。ただこのままでは自滅するだけかと。貴様、主義者だね。総書記を愚弄することは許さんぞ。そんな、私はただ、反逆者はここに処す。貴様はその口を永遠に閉じていろ。とことごとくを粛清。反論は決して許されず、それは李寸義博士も例外ではなかったという。そして完全な独裁体制の中、ベビーブームを迎えた1970年代に入ると、この先必ず被覆の時代がやってくる。この機を逃してはならん。次は年産10万トン規模の超大規模工場を建設せよ。10万トン、それはいささか無謀では。建設費は100億ドル以上かかりますよ。心配いらぬ。これが稼働すればビナロンだけではない400種類の化学製品の生産まで可能になるのだからな。未来永劫、誰もが毎日白い飯に肉の入ったスープを食べることができるぞ。しかしこれもまた国民を地獄に突き落とす妄想の産物。100億ドルなんて莫大な資金、それも資源不足に陥りつつあった北朝鮮が捻出できるわけもなく、初期段階の工事をするだけでやっと。結局国は莫大な予算をドブに捨てただけか。その後、ソ連崩壊によって電力難と燃料難に陥った北朝鮮、ビナロンを作るなんて土台無理な話となり、1994年になってようやく生産が中断となるのだった。俺たちができることはハリボテ工場の部品を中国に売ってその日暮らしするだけ。この国はもう終わったな。そうして理想に固執し続けたせいで経済が崩壊し、国力は大きく激減。その中で軍拡や制裁が起こっているのだから、貧困が改善するわけもない。なのに、いいか、ビナロンによる国の繁栄はキム・ジョンウン総書記によってもたらされる。貴様らはこの 2.8 ビナロン連合企業所にてその期待に応えるのだ。期待ね、今さらそんなことやって何になるんだか。理想にまだ囚われているのか、まさかの再稼働。それでも時代遅れの不要品に需要なんてものはなく、稼働率はわずか 30% 以下。しかもそこで生み出せるのは最悪な結果だけ。いちいち指示するのも疲れるのだがね。おい待て、そんなことしたら。2021年4月5日、生活必需品化学工場での実験中に大規模爆発が発生。これにより30人が重軽傷を負い、最悪なことに9人が死亡。北朝鮮の悲願は絶望しかもたらしてくれないのであった。